いやね、君たちも、なんでしょう、2年に1回くらいはね、人間ドック行ってみてはいかがでしょうか。ちょっとね、確かにお高くはつくんですけれども、やっぱりね、素人判断は何事も危険ですので、ね、体に何も異常がないから大丈夫って思っていますと、ね、やはり何事も早期発見ですから、何か異常があってから直し始めるよりは、これは異常にこれからなるぞというところを先立って治療するのが一番ですから、ね、異常がなくともね、メンテナンスとして一応ね、言っておくのが良いのではないでしょうか。皆さん、プロの判断だと45歳。いや、あれはエンタメだと思いますね、船長はね。医者、あれ、医者ジョーク、医者エンタメですね。って感じでしたね。はい。運動か。運動するべきなのかな、なんだか。もしかしてそうなのかな。体脂肪率の話のデッキもあるんだけどさ、ちょっとね、体脂肪率をね、いじられるとね、乙女心に傷がついちゃうからね、君たちに。ここはもう、いじらせないぞ。45歳は、でも逆に、いや、体脂肪率はなんかね、生々しくてね、あれなんだけど、生々しい数字だったんだけど、でも、ちょっとね、この体内年齢は、冗談みたいな数値だったから、これはみんな多分冗談だと思うだろうなと思って、出しました。はい、ということでね、みんなも健康にはね、気をつけていきましょう。ええ、ガタガタ言ってないで運動しろ。やっぱするべきなのかな、運動。意味あんの、運動なんて。うん。どうしたらいい、これから。運動か。運動か。これからどうしていけばいいんだろう、船長は。人生。人間ドックでもさ、これ、あと2年くらいはもう行かなくていいよね。一回行ったら。ね。ウォーキングか。でも言っとくけど、船長ね、実家にね、実家で、家族でお金を出し合って買ったランニングマシーンあったからね。うん。最終的には物干し竿と化して、みんなが、ね、服をかけまくってたけど。あー、悲しいよ。ちょっとショック、ちょっとショックだったな。船長の中であの45という文字がね、忘れられませんね。使ってないですね、ランニングマシーンは。赤パカ、足パカパカするやつ。足パカパカするやつね、あれそんなにね、そんなに。あれでもやってたけど、船長そんなに痩せなかったからな。痩せようと思ったら絶対的にもう食事制限も取り入れないと痩せないよな、マジで。45歳になればいいのでは。あ、君たち、これいいコメントです。君たち、はい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 。女性っていうのはよく、なんか、君なんか23歳くらいに見えるねーって言われる19歳の女の子とかっているじゃないですか。で、その19歳の女の子は、なんか23歳くらいに見られる私って老けてんのかしらって思うんですけど、若い時に23歳に見られてるような女っていうのは、ね、23になっても24になっても25になっても26になっても23に見られがち現象があるわけです。女は、そういうのがあるの。だからつまり何が言いたいかというと、若く、体の年齢が、ね、45歳に感じられるんだとしたらば、5歳を超え、45、46、47となっていっても、船長の体の年齢はずっと45歳。45歳っぽく見えてる。そういうこと。そう。45で止まるってことよ。船長の体の年齢は。よかった。にしても遠くないか。いやー、遠いけどね。余裕があるな、なんか余裕が。遠い話だからね。まだまだ先の未来だからね。それ嬉しい？嬉しいよ。
でも嬉しいって思わないとこの話をした意味ないよね。嬉しくしていこうよ、何事も。嬉しくないことも嬉しくしていこうよ、君たち。そうでないと幸せにはなれないんだよ。幸せにはね、幸せになりたければね、無理やり幸せになればいいの、自分で、自力で。幸せってことにしとこうって思えばいいんです。ものは考えようです。うん。ということですね。まあ、今日は、カオリアカスパ、ありがとうございます。船長が幸せそうで嬉しいと、うん、体の年齢言われる前に予想しますね。33歳と見ました。当たってたらキスしてください。残念だったね。香りが思ってるよりよっぽどおばさんでしたね。まあでもそんなことお前は気にしないよな、分かってるから。マラサダさん、赤スパありがとうございます。草、若スパ投げてまで草生やしたかったの、なんなんすかちょっと君は。よかったね、面白くて。よかったね。みんなが笑ってて嬉しい。モンブランに変なモンブランさん、カスパありがとうございます。船長が45歳でも好きだぞ。船長は45歳じゃないです。あれは、医者のエンタメです。医者のやってるエンタメです。やめてください。45歳。確かに書いてあったけど。確かに書いてあったけど。何歳でも愛してる。待って、何歳でも愛してるっていっぱいスパチャクに書いてある。え、待って、みんなが、え、ちょっと待って、絵巻き添えた君たち、みんなからスパチャでさ、45歳でも好きだっていっぱいスパチャ来てる。え、全然気づかなかった、定置園だったからこんなに来てる。みんな、そうなの、こんなおばさんでいいの。マリンの体内年齢45歳だし、脳みその年齢72歳だけど、こんなおばさんでもいいの？ありがとう、みんな。体内年齢がどんなに衰えても、脳みそがどんなに衰えても、エッチな体だけは守り抜くから、それだけあれば十分なんでしょ、男の人って。これ心についちゃってんな。船長って本当に男心がわかる女。冷めた。え、なんでもしかして船長が自分の体のさ、あれを、シコリティを理解してるから逆に泣いちゃった。確かにそうだよね。船長は自分の体がエッチなことには気づいてない方がやっぱりそそられるかしら。あ、君たち、ちょっと、明日は船長、マイクロビキニでお仕事させてもらいますけど、暑いからしょうがないですよね。別に、いいでしょ？だって、船長のこと、エッチな目で見てる人なんているわけないんだから、いいですよね、マイクロビキニで仕事しちゃっても。何？ LINE 越えした。じゃあ、今眠たかったから、ひどい。眠たいのに頑張っただけなのに。もう6時、朝6時半に起きて、2時間、3時間半しか寝てないのに、一生懸命やってただけなのに、ひどいよー。ひどいー。